スーパーストリングス神戸チェロの尾崎ひかりです。今一番行きたいところはどこですか？空気の綺麗なところに行きたいです。多分ヨーロッパとか。1日24時間何をしても許されるならば何をしますか？映画が好きなので映画を全部見たいです。尊敬する人は誰ですか？チェリストのジャクリーヌ・デュプレと、ピアニストのマリア・ジョアン・ピレッシュさん。バカンスを過ごすなら海ですか山ですか？山です。楽器を弾いていなかったら何をしていましたか？バレエを習っててバレリーナになりたかったです。最後の晩餐に何を食べますか？ピザです。マルゲリータピザ。選べるなら過去か未来かどっちに行きたいですか？未来は楽しみにしておきたいので過去です。キッズバストリングス神戸に入ることになった時の気持ちを教えてください。10周年ツアーがとても楽しかったので、そのメンバーでまた集まれるっていうことですごく楽しみでした。今自分がしている楽器でなければ他に何を演奏していましたか？最初に習ってたのがピアノで、ピアノをピアニストになりたかったです。あなたにとって音楽とは何ですか？音楽は他の媒体では表現できないものがたくさん表現できると思ってて、もう生活を何倍にも幸せにするし欠かせないものです。ありがとうございました。ありがとうございました。